この間さ、ノート上場したじゃないですか。はいはい。で、なんかロゴも変わったりとか、原賢也。そう、原賢也さんとかに、ね、いろいろ変わってるけどさ、うん、だから情報量多くて、僕はちょっと全然ついていけないんだけど、はい、僕めちゃめちゃいいなと思ったのがさ、うん、加藤さんのノートにさ、書いてあったんだけど、うん、なんかノートが上場した日に、日経新聞に広告らしたらしいんですよね。一面広告みたいなやつ。うん、結構上場すると出す会社ありますよね。ある。で、それがね、僕これすごいいい文章だなと思って。 これねすごいいいとこはですねあらゆる人にとってこの世界は自分用にはできていませんその世界を自分用に少しずつ変えることそれによって少しだけ自由になることそれが創作することの価値だと私たちは考えていますっていう風に言ってるんですよねほうこれすげえいい言葉だなと思ったんですよねあらゆる人にとってこの世界は自分用にはできていませんってさ名言だなと思ったもう何でもそうなんですけど思い通りになることなんて全然ないじゃないですかうん 生きててねでもなんかいろんな発信するとそれがちょっとだけ自分用に変わるしちょっとだけ自由になれるっていうのはねこれ本当になんかブログ書くとかノート書くとかポッドキャストやるとかの本当の価値を書いてんだなと思ってねいや加藤さんってほんとすげえなと思ったんでこれ見てね是非ねこれ読んでほしいですねこれ誰が考えて書いたの加藤さんじゃないですか電通のコピーライターが書いたのこれいやいや加藤さんじゃないのへえー、加藤さんにとって創作は 世界を自分用に少しずつ変えることなんだねうんなんかそれが価値なんだなっていうのは僕は結構しっくりきたんですよねうんなるほどねこれは結構名言だなと思って僕は割と腑に落ちますねでこれが新聞広告に載ったらしいですねまあちょっと難解な文章かもしんないけど、うん、多分ノートの言いたいことがすげえこれに詰まってんだなっていう名言じゃないかなと思った新聞広告が何15段 で、丸1ページみたいななやつううううん、うん多分そそですねへのってんじゃないかなへー知らなかったうん、そうそう、んそそ新聞広告って15分割してんだよねあの段をうんあれ15段やるといくらぐらい分か,かるんですかね新聞による時期による日経新聞とか数千万とかすんのかな日経新聞一番高いあそうなんだうん今どんぐらいなんだろうな多分2,000万ぐらいじゃないへえすごいねうーん長官にもかにもやるけど 1> 1ページだよよねね見開きじゃないすごい。夏目ぐこういう知識何であるんだろうな15段日経新聞2400万おいお<ー>すごいおっきい桁あってんのすごい。メルカリとかもねこれ出してましたね上場してる時ねはい、はいまあ、日経に出すんだよね,ねみんな見てるからね、うんうん。なんかこの創作は自分用に少しずつ変えることなんだね。うん、なんか創作って 何かとかとさ、うん、創作の価値って何かって多分まあいろんな人はいろんな意見あるんだけど、うん、僕はこの自分用にできていない世界を少しずつ自分用にするとかそれによって少し自由になるっていうのはめちゃくちゃ腑に落ちるっていう感じがね僕自分用に少しずつ変えるこの DIY とかは分かるけどブログ書いたりが自分用に少しずつ変えるっていうのかどうかはなんかここの変えるの動詞のところはもう少し違っても良さそうだけど。 うん、でもそれによって少しだけ自由になるっていうのはまあすごいわかるないやいい文章だなと思ういい文章だよね、うん、こういうふうに創作を表す人ってあんまいないと思うんだよねうん、うん、その言語的センスがすげえ面白いなと思ったまあ少しだけ自由になるってとこまあ結論だよねああいやそうそうそこがいいなと思った、うん、で誰もが創作始めて続けられるようにするためになんだねそうなぜノートはノートを作ってるんですかそれは誰もが創作始めて続けられるように うん、じゃあなんで創作大事なんですかって言ったら、うん、まあ皆さんのように作ってない世界を少しだけ自分用にすることができるしそういうのってちょっとだけ自由になれますよっていうところを言ってるわけですよねまあでもこれってやってみなきゃわかんない頃かもしんないけど、ね、実際そうなんだろうなっていうのもねなんだかんだネットで何らかの発信をしてさちょっと楽しいしさ、うん、楽しい何かから自由になった気はすごい僕は経験としてあるのでわかるめっちゃかるわこれがまあ浸透するんですよ。うんうん で他にいろんな言い方もあると思うんだけど、うん、心情として僕はこれにすごい近いなと思う。うん、いや、いいと思う。うん、ブログとか、ポッドキャストやる前って、どこかしらなんか、この世の中が生きづらいとか思ったこともあったと思うんだけど、うん、なんか、どんぐりやることによって、やたら身軽になった気がするんですよね、はいはい、気持ち的に。そういうことを端的に表しているのがこの言葉なのかなっていう気がして、僕は結構ネットで発信してきたこの20年間みたいなものの。 エッセンスはここにあるような気がしてならないというそういった共感度はありますねなので割と僕はなんだろう、ね、この言葉にだいぶ引っかかりというか何度も何度も見返してしまうような産業でしたねこれをさ二十、うん、文字ぐらいにしてほしいなんか例えばさすごいのがリクルートだと自ら機械を作り出し機械によって自らを変えようっていう昔のなんか行動指針みたいなのがあるんだけどうん、うん、もう今は違うんだけど それすごいのが、いまだにいろんな社長たち自分の机に置いててさ、うんうん、自分はそういうふうに動くんだってやってんだよね。だし、リクルートって何してるかっていうと、まだここにない出会いっていうのが、コーポレートメッセージ。ああ、それもめちゃめちゃいいよ、ね。あれは、あの短さにしたのはすげえと思う。そう、まだここにない出会いってさ、言うなればメディアとは何かっていうものをさ、そう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 、そうなのよ。一言で言ってるよね。そう。あれは天才人と人とか、か人と情報とかをつなぐことがメディアだし、それって何かっていうと、 ままだだだいいないよと提供しすもんね、うん、それあれはめちゃくちゃすごい言葉だよね。そう、リクナビにしろさ、もう別にもうメディアだよね。そう、本当意味のメディアだよね。うん、ニュースとかに限らず、うん、人材とか、そう。ライフタイムどこにも出てくるメディアだから、リクルートは。あれのコピーは本当別に、ポジショントーク、元リクルートだったからとか無視し、昔からあれはすげえな。あれはすごいよ。<laughs> うん。 ほんとそう。ノート、そういう二重文字開発してほしいわ。ノートの場合は、さっきの加藤さんのさ、うん、あらゆる人ってこの世界自分はできていませんっていうものじゃなくて、ノートの場合はあれなんですよ。誰もが創作を始めて続けられるようにするなんですよ。あと一歩だな。この一行の中に、あと一歩だな。誰もがとか創作とか、あとね、これポイントなのが、初めて続けられる,るよね。そうそうそわりとここに、あのんだろう、過不足なく入ってる気がするね。あと一歩、例えば、 まだこいないで、ちょっとかっこいいから、かっこよさかもしれないですけどね。うん、短さなのかね。ちょっと説明しちゃってるからさ。うん、このでも自然文っていうのも、あ、そうそう。いや、これ、あの、だから、ぽいよね。コピーがあって、ね、まだここに大出会いがあって、下にこれが書かれるんだと思う。ボディだと思う、これ。うん。そうそう。で、僕、ノートさんの好きなのは、あれよ。続けられるように、初めて続けられるって両方言ってるのはすごい好きで。ね、ここってさ、つまり、じゃあ、売り上げもなきゃダメだよねとか、あらゆるものが入ってきてるよね。そうそう、そっちの会社側もそうだし。 始めてもそうし僕続けられるっていうのは結構ポイントだと思っててっていうのは正直誰もがさインターネットに文章は書いたことあるしなんかちょっと公開してみたことあるわけですよ画像なり写真なり、うん、けどほとんどの人が続いてないんでそうだねでそこを続けられるようにするのは我々だよって言ってくれててさうん,、うん、なんかそこは少し応援したいというかあーなんかここの続けられるようにするためにっていうところになんかノートさん頑張ってほしいなっていう思いは 僕の中だとあるな誰もが情報発信できるようにするじゃなくてさ、その先の続けられるような環境を提供するまでいってるわけだから。そ,うそ,うだからそんなのはさ、できるのよ。別にタンブラーだろうがさ、JPEG をさ、うん、AWS に上げるでもさ、何でもできないけど、続かないんだよね。そう。続かないんだよね。だから続けるためにさ、さらにじゃ課金できますとか、いろんなものも全部続けるために出してたりするからさ。うん、それって見られるようにしなきゃダメだから、あのうん、見られるためには。 こう見やすくないとダメで広告ギトギト,ギトだとやだよねとかうん続けられるようにするの方がまあ難しいよねそう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 いやだって一回はやったことあるからみんなうんそうなのよ大昔にフラディクトさんが入社した時に最初に作ったっていう図僕どっかにギャズがなんかに保存していまだにずっと見てるけどなあのグロースモデルってやつやねそう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 コンテンツが増える見る人増える、うん、また見るみたいなモデるとかねあれシンプルだけどあ,、ね、あれをパッて作れるのは パッじゃないと思うけどめっちゃ考えたと思うけどノートやることってあれだよなーってすげえ思ううん面白いですよねこういう企業のミッションとかさうんめっちゃ好き僕そういうの上場時のこの文章っていうのは僕結構好きではい、はい、今回特にグッときましたねいいねまあ自社とか置いといてグッとくる言葉だね、うん、これはこういうの他にもあるんだよなありそうまだここいないだよね僕結構好きなやつでしたねなんかあれよねメルカリ上場した時こういうのはリッチャーさんが多分やってたかもしれないけどうん、なんだっけ 社員が戻ってきたときにテーブルに新聞があるみたいな,なんか、なんかそういうちょっとこじゃれたことやってたよね、確か。ん,なんだえ座席に何か置いてあるとか、なんかそういうこじゃれたことやってた気がする、メッセージの。うんうん。おメルカリはあれだね、結構長い文章を慎太郎さんが。なんか、ノモとかやってなかったっけノモヒデオが出てなかった。それまた別かな。あーあったね。あったわ。あれいつだっけ上場じゃなさそう。上場だっけあ上場広告だわ。あれだ。それ 記事にした気がすんだよななってるね15段じゃなくて15段2ページで<う>片方がノモで片方が文章だそうそうで慎太郎さんの本当とだなるみさんが書いてんじゃん僕は書いてんだゴーボールドってやつだねはいはいメルカリはうんこういうのはまあいろんな会社のやつあって面白いですね面白いメルカリのゴーボールドも僕好きなんだよな昔こういうのめっちゃ好きだったないろんな会社のミッションとかうん爆速とか流行りましたからね爆速が最高だねもう大好き 一番好きって言ってて言いいいぐらら爆速からもう10年ですよそんな経つそんな経つあれ2011年12年でしょ爆速ってヤフーの改革のあの本僕大好きだもん村上さんが「もったいない」っていうやつ、うん、爆速のコピーはみんな真似したくなったもんな爆速って僕ら多分日常用語出しちゃうようになったよねあれ以来ねうんコンセプトや行動指針とは日常において自ら なんだっけ判断基準となるものこれをやるときにゴーボールドかなゴーボールドじゃないかな、うん、このこの意思決定はゴーボールドかなそうだねそういったときにみんなが立ち戻るとこだよねそうそううんそうでもさ最近でこそこういうの当たり前にできたけどさ、うん、昔こういうのなかったよねいろんな感じでいいいでまあそういうのってあれよどんどん企業がこう洗練されてってるから、うん、大昔ミクシーが小泉さんがいてミクシーがやったときにこのミッションミッションバレーとかあんまなかったから ちょっと途中でぐちゃぐちゃになっちゃって、うん、それが嫌だからメルカリ入ってすぐにこのミッションビジョンバリュンをちゃんと作ろうって言ってめちゃくちゃ時間かけて作りましたみたいな爆速という言葉を巻またのは2012年4月だってうおーそんな経つんだ10年10年経ってる <laughs> なんかこれ最近ってイメージあるけど10年ですようーん恐ろしいっていうねっていうねおもころの違うバーグの企業理念知ってますええ知らないもう多分今は知らんけど昔まだ社長が あっっっっちちの方だだた頃なな <laughs> なんんてて名前言っちゃけないよ確かなんだっけシンプルでいいね。シンプルでいいね。あ本当だ。弊社の理念は「頑張るぞ」です。おお未だにそうなんだ。今も一緒だよ。そうなんだ。なぜかというと、頑張らないと、頑張って言う時よりもあまり良くない結果が出る、そのような気がするからです。さすがだな。ほんとそうだろうなと思う <laughs> <laughs> やはり 会社というのは理念を持ってないといません弊社の理念は頑張るそうですそういうのな僕考えるのも好きだしちょっと夏目さんに聞きたいんですけどドングレーヘムのミッションで何なんですかああ、何なんだろうね爆速みたいなのあるんですかええ、爆速ではないよね爆速ではないよな徒歩徒歩徒歩歩幅前進みたいないや歩幅前進ほど遅くはない遅くはないでも徒歩早歩きよりかは じゃあ分かった。散歩は <laughs> ちょっと良くないダ、うん、ングル FM のミッションというか、何企業理念は散歩です。いいね。なぜなら、から先作れそう。ちょっと、あれ深いのかなみたいな。なぜなら先は、あとお願いしますみたいな。なんだと思いますかって。<laughs> ああ、合ってます。みたいな。<laughs> <laughs> 僕らもこれ、話題決めるときに、これは理念の散歩に合ってるかなみたいな。<laughs> 考えるわけでしょ。これ、散歩っぽくねえなとかあんのかな ちょっと爆速かもしないこれこのツゲの話は違うなみたいなちょっとりっちゃんさんの回ダメリッちゃんの回ちょっと爆速すぎる走ってる走ってるちゃんと言い過ぎれるってヒカルさんの回はみん来ても走っちゃうじゃなるほどね散歩で行こう散歩で行きますかじゃあうんいや僕こういう企業理念めっちゃ好きだったんだよな面白いよねうん僕も結構好きなんだよこういうの21世紀を代表する会社を作るサイバーエージェントおお 水と生きるサントリーおおクリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動で満たすえー、なんだろうパナソニックとはソニーソニーかソニーそうなんだ情報革命で人々を幸せにソフトバンクおお世界中をかっこよく世界中に笑顔をえー、なんだろうゾゾとかおおなるみさんすごくないかっこよくっていうのがゾゾっぽいよねそうだね舞澤さん感あるよねやっぱ、うん、僕ちなみに 一番好きな行動理念はここの企業なのよ、うん、3つあって、うん、その手があったかと言われるアイデアがある2つ目そこまでやるかと言われる技術がある3つ目そんなことまでと言われる起業家精神があるおおんかすげーなそれいろんなもの含まれててすごい,い,い、ね、そうそうそういいなと思ってこれはむちゃくちゃいいなといい、ね、その手があったかそこまでやるかそんなことまでっていうなんだろうホンダ電通電通ああ さすがだね,やっ,ぱねやっぱ言葉の会社だからね言葉の会社だわうんだと思うなんとか十足とかもあるしさそうそう鬼十足いやーすごいね言葉の会社だと思うすごいうまくできてるんで、ね、しかもね、うん、そう,そうリズム感とかもこの会社企業理念みたいなの見てるとトヨタが結構ポンコツ野郎でうんその一内外の法及び精神を遵守しオープンでふえなホヨラみたいなのがあとずっと続くんでね <laughs> もう半 <laughs> 若心経みたいになんで、ね、誰も覚えてね <laughs> あとやってみなはれみたいなのあるよねなんかそれもサントリーだっけサントリーの行動指針だねそうだねそれもすごくいいよねうんかりやすい、うん、僕誰かを傷つけちゃうかもしれないけどあのインターネットで世の中幸せにみたいなのはちょっと苦手なんだよなそりゃそうじゃん世の中を不幸にって言う人ねなんかさ、うん、まあインターネットの力で世の中に笑顔みたいな会社は結構あるけどさ<う>ああまあそりゃそうだろうっていう感じはするねそうもう一個なんかちょっとやっぱそこに個性が欲しいんだよね 欲しい欲しいゾゾとかさかっこよくって入れてんのがかっこいいよねゾゾっぽいなそうだねその会社っぽいものを一言エッセンスとしてあこれもこの会社でしょっていうようなものを入れてほしいよねいい、うん、いやークロージング・ザ・ディスタンス LINE おお<ー> <laughs> 知ってんじゃんうん僕やっぱそういった企業取材をしてたから割と目に入ってきててはいはいああここはいいなとか思ってたもんね、うん、あとこれは僕は僕だけど なんか自分が会社入るんだったら会社がどっち向いてるっていうさその考え方じゃんそこそね。そう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 うんいやこれってもうお金とか待遇とさ同じとかそれ以上にもバカにできない超大事なところでさそうそうであとまあこれをどれだけ社内で思ってるかっていうのも大事なんだけどでもまあゼロだとやだけどまあ別に1でも10でもあんま変わんないっちゃないんだけどその見る方向が ちょっと自分と違うよなう、ねうん、っていうのとかはさ会社の理念とかミッションに全く興味の持てない会社は本当に入んない方がいいし、うん、行動指針が合わないって本当につらいと思うからそうそうこれはマジで大事なポイントだしてかこれだけあってれば何とかなるんですよねこれだけあってれば、うん、待遇って自分でいくらでも何とでもなるからさ、うん、本当ここに尽きるんじゃないかなって気がするよやっぱりすごい機能と価格に新基準えニトリとか ニトリはでもワークマンだって。お値段以上でしょ。お値段以上だから、ニトリはね。あれはでもなんか、あの、あれはお客向けの方だよね。そうそうそう。例えば、ロッテとかはさ、私たちは皆様から愛され、信頼されるポポポポって書いてあるけどさ、キャッチコピーはお口のほうに恋人なんそうだね。僕、バズフィードの一言ですごい好きなのが、ノーヘイターなんですよね。ほう。ノーヘイターっていうのは憎しみではないっていう意味で、あの、憎しみを原動力にコンテンツは作んないし、 憎しみを生むようなコンテンツも作らないみたいな、そういう意味合いなんですよね。<laughs> そういうものだけ僕らスタッフがちゃんと共有できてれば、例えば、あんまゴシップで PV 稼ごうとか思わないじゃないですか。うん、それいいね。あと、これ炎上させようなんて思わないじゃないですか。うん、か一言で行動シーンが分かるっていうのはめちゃめちゃいいし、まあノートのね、創作を誰でも続けあの始めて続けられるっていうのも、まあめっちゃ共感できるところだしね。結構大事だなと思ってきた、ね、最近は。いや、大事だよ。あと僕でも、もう、<laughs> あんまなかったらしいのはちょっと違うなと思うんだよな、ね。なんかもう100文字ぐらいとか50文字ぐらいになっちゃうとかうん。トヨタちょっとダメだずっとマジダメなんだよね。ほんとだね。多分。うん、でも、誰も変えれないでしょ。もう。社員が多すぎて、ここもちょっと削れねえなみたいなのが出てきてんだろうな、ね。そうそう。だしさ。こちらを立たずみたいになってくんだろうね。あと社長が削ろうと思っても。 父ちゃんがダメっていうしさ父ちゃん削ろうと思ってもじいちゃんがダメって言うでしょさすがに新しい何か作るのに100年ぐらいかかりそうだ、ね、<laughs> でもトヨタだからこそズバッともう6文字ぐらいとかにしてほしいけどねうんいっそうね早い車みたいにしてほしい、ね、あそう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 うん世界平和とかさ <laughs> <laughs> おーおおおってなるか、ね、いいねうんそういうなんかズバッとしてほしいねいやいやいやぜひなんかドングリスナーすな皆さんからも好きな 会社の企業理念とかちょっとあったら教えてほしいですねうん聞きたいここがいいとか人のため正しく仲良くなんだろうサイゼリアサイゼリア <laughs> <laughs> いやいいじゃんでもサイゼリア行くときは仲良くしたいよねやっぱね、うん、面白いねやっぱ顧客最優先主義ドン・キホーテああまあどこで待てはまでもあるけど <laughs> 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 ああいやー楽しいそうぜひね、はい、終わらないからこれやってると、ね <laughs> うん 3つぐらい削っとこう <laughs> ぜひ自分の好きな何、うん、行動指針じゃないやミッションビジョンとかあったらた、はい、教えてほしいっすあと自分の会社のもついでに教えてください。うん